どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日はスコッチを飲みます。こちらキルケラン12年です。なかなかね、キルケラン手に入りにくいと言われておりますが、フリマで買いました。キルケランはですね、スコッチウイスキー、皆さんご存知の通り、6つの地区に分かれてよく呼ばれるんですけど、こちらキルケランはその中のキャンベルタウンっていう半島の先っちょにあるところですね。そこで、作られているスコッチウイスキーになります。で、今キャンベルタウンには、昔ね、キャンベルタウンはアメリカの禁酒法以前はかなりの数の蒸留所があったそうなんですけど、その禁酒法で大打撃を受けて、かなり蒸留所がなくなってしまって、現在稼働している蒸留所は3つだけですね。で、その3つが、有名なスプリングバンク蒸留所、それとグレンスコシア蒸留所、それとこのキルケランを作っている、グレンガイル蒸留所になります。グレンガイル蒸留所なんですけど、こちらも創業はかなり古くて17世紀、1800年代の創業なんですけど、一度1900年代に閉鎖してるんですね。やっぱりそのアメリカの禁酒法の影響で。で、2000年に、同じキャンベルタウンにあるスプリングバンク蒸留所が買い取って、場所がね、スプリングバンク蒸留所のすぐ隣らしいんですね。で、買い取って2004年から蒸留を再開したという蒸留所です。で、生産本数がかなり少ないんで、それでなかなか手に入らないと言われてるらしいですけどね。では早速開けて飲みたいと思います。はい、では開けてストレートからいきたいと思います。はい、ではまずストレートをいただきます。あ、ちなみにグレンガイル蒸留所で、なんで名前がキルケランなんだってことなんですけど、グレンガイルっていう商標がもう2004年に蒸留再開する前に、グレンスコシア蒸留所によって商標登録されてたらしいんですね。それでグレンガイルっていう名前の、ウイスキーが作れなくて、昔のですね、キャンベルタウンの名前からキルケランっていう名前を取ったそうです。ですので、グレンガイル蒸留所のキルケランという名前で売ってます。ではいただきます。あー、これはまた香りがいい。あー、潮風の香りですね。塩っぽい。あー、これはわかりますね。スプリングバンクまだ飲んだことないんですけど、結構塩っぽいって言われてるんですけど、それよりは塩っぽくないってホームページに書いてあったんですが、十分塩っぽいです。塩気が感じられます。そしてピートは 15ppm らしいんですけど、フェノール値は15にしてはしっかり効いてますね。いいピート感と塩の香りで、あ、これは皆さんが美味しいっていうのよくわかります。 46% ありますけど、 700ml ストレートで飲んでも結構スムーズです。アルコールの引っかかりはほぼないですね。で、定価で買えたら5000円台半ばから後半、6000しないぐらいだと思うんですけど、さっきね、ちょっとネットで見た限りでは定価では売ってない。ヤフーで売ってたかな。楽天ではやっぱ7000円とか8000円で売ってますね。で、定価で売ってるとこは売り切れが多かったです。なんていうか、アイラとまたちょっと違う
純粋に塩気ですね。アイラはあのピートがあの塩気を含んでて、そのピーティーなところに塩気を感じるんですけど、ヨード湖みたいなね。こちらは純粋に海の塩なあの味がします。これはなかなか美味しいですよ。ちょっとかすりをしてみます。かすりして楽しみですね。あ、飲みやすそう。はい、これはかすりをするとバッチリですね。塩気の他に甘みもちょっと感じられます。そしてやっぱり 15ppm にしてはピート感がしっかりありますね。美味しい。これあの結構、ね、なかなか手に入らないとか言いながら、ウイスキー飲み始めの方にぜひ飲んでもらいたいとかよくネットに書いてあるんですけど、なんかなんとなくわかります。これもねザ・ウイスキーみたいな感じですよ。味はこの塩っぽさがもしかしたら好き嫌いが出るポイントかもしれないですね。でもどうだろう、あんまりこれ嫌いな人いないんじゃないかな。アイラの塩っぽさはちょっとピートがねかなり臭いんで、臭いって言っちゃいけないな、特徴があるんでね、なかなかあの癖が強いんですけど、これはそこまでの強さではない。僕は好きですね。美味しいです。はい、では早速ねロックを飲みたいと思います。はい、ではロックをワンショット飲みます。はい、ではロックを入れました。あれですね、キャンベルタウンは、3つ蒸留所があるって先ほど言いましたけど、スプリングバンクだけまだ飲んだことないんですよ。グレンスコシアとこのキルケラも飲んだんで、あとはねスプリングバンクがいつ手に入るか。スプリングバンクも品薄ですもんね。高いですよね。今1万円以上で売られてますよ。そう、ちょっとね定価に下がるまで待とうと思ってるんですけど、ちなみにキルケランはだからあのグレンガイル蒸留所は、スプリングバンク蒸留所の、まあ、兄弟会社というか弟分っていうかみたいなもんなんで、使ってる、モルトは全部あのスプリングバンク蒸留所でフロアモルティングしたモルトを使ってるそうです。で、蒸留所自体に、ビジターセンターみたいなあのお土産物とか売るのもなくて、キルケランのビジターセンターはなぜかスプリングバンク蒸留所の中にあるということだそうです。本当にあのもう一体化してる蒸留所なんですね。ではロックいただきます。うわー、ロックにすると、先ほどから言ってたしょっぱい塩っ気がものすごく広がります。それでいてドライな感じで面白い味ですね。もう単純に言うと、ストレート、加水、ロック、どれで飲んでもそれぞれにちょっと顔が違うっていうか、特徴がありますね。このロックはその塩っ気が強調されたのとちょっとドライな感じがしてきました。そしてリンゴな感じがあります。奥にその辺も、出てきたような感じですね、ロックにすると。そして最後にピート感が追いかけるみたいな。めっちゃ美味しいです。ほら、もうあっという間になくなっちゃいました。美味しいとすぐ飲んじゃいますね。いやー、これはねおすすめですね。はい、ではハイボールを飲みます。はい、ではハイボールワンショット入れます。もうねこのクラスになるとねハイボールも美味しいですよね。まあもったいないという方もいらっしゃるでしょうけど、
僕はあんまりそういうことは思わないです、どんなに高級なウイスキーであってもハイボールが美味しいこともあります。山崎12年ハイボール最高ですもんね。はい、そんなこともありますし、必ずハイボールは飲むようにしてます。はい、ではハイボールをいただきます。あの海辺にいるみたいな感じです。本当にあの塩の香りっていいですね。このキルケランの塩っぽさはなんかあのアイランズのモルトでも塩気は感じることはあるんですけど、全然桁が違うぐらい塩気がすごいです。そして青リンゴとかリンゴみたいなちょっとね甘酸っぱいようなそういうのも感じられます。でハイボールにするとピート感は意外と消えましたね。出んのかなと思います。もともとあのスモーキーなピート感というよりもピートの本当にあのいぶした感じっていう、この辺で伝えづらいんですけど、スモーキーとピーティーっていうのはやっぱ違うと思うんですよ。でこれはねどっちかといえばピーティーな感じが、まあ、15ppm だけですけど、程よく感じられる、キルケランだと思います。スモーク感っていうのはそんなにはないような気がします。ハイボールにしても美味しいですね。やっぱり主張がなくならない。そしてこの塩気のある感じっていうのはなんかねこれ魚介類とか食事にも合いそうな気がしますね。はい、ということで今日の宅飲みバー竹雄はこちらキルケラン12円、これを飲んでみました。すごい塩の香りたっぷりの港にいるみたいな光景が頭に浮かぶようなちょっぴりモルティあモルティじゃないちょっぴりピーティーな、塩気の強い、なかなかに美味しい、個性的といえば個性的、ただこれぞスコッチといえばこれぞスコッチなんで初心者に飲んでいただきたいとネットにもよく書いてあるようなウイスキーを飲んでみました。美味しかったです。感想は美味しかったですということで、これでキャンベルタウンも2つ制覇しましたんで、あとはスプリングバンクをいつ手に入るか、手に入ったらまたやります。よろしくお願いします。はい、ということで宅飲みバー竹雄では毎日こうやってお酒でいろんなことをして遊んでおります。テイスティングみたいなこともやりますし、いろんな企画で遊んだりいろんな情報発信したりしてます。いろんなことやるんでね、お酒好きな方ぜひあのチャンネル登録まだだよっていう方いらっしゃったらぜひチャンネル登録していただいて一緒に飲みながら見てください。はい、では宅飲みバー竹雄、今日はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。